象合わせに来た丸山です。あれ、ここ機材置き場だったっけ。すみません、間違えました。あ、あやさん、ここで会ってます。その声はまやちゃん。どこにいるの。ここです。そこにいたんだ。機材に隠れてて全然見えなかったよ。すみません、こんなに機材持ち込んじゃって。ううん、大丈夫だけど、この機材どうかしたの。ちょっとメンテナンスしてたんですよ。この部屋が空いてるときはここでやらせてもらってるんです。練習用の機材とかでもきちんと調整すれば本番に近い形で練習できますからね。そうだったんだ、全然知らなかったよ。衣装合わせまで少し時間があったんで、その間だけでもと思ったんですけど、ついつい夢中になってしまって。まやちゃんは機材のことすっごく大事にしてるもんね。そうですね。それにしてもまやちゃん、こんなにいっぱいあるけど全部何に使うやつかわかるの。はい、一通り使い方はわかりますよ。へえ、すっごい。あ、じゃあこれは。これですか。ミキサーですね。いろんな機材をつなげて音量とかを調節するのに使います。へえ、機材のまとめ役みたいな感じなのかな。まあそんな感じですね。だいたいそんな認識で大丈夫です。あ、それじゃあこれは。これはパワーアンプですね。ミキサーから送られた音を増幅する機材っす。増幅。盛り上げ役だ。で、最後にこれがスピーカーですね。これでお客さんまで音が届きます。まやちゃん、スピーカーくらいは私も知ってるよ。でも、本当にまやちゃんはすごいな。あやさんにそんなに褒められると照れますね。だって、アイドルなのに機材のチェックもできるんだよ。そんなアイドル、他にいないよ。そうですかね。でも、まさか自分がアイドルになるなんて思ってもみなかったですね。昔の自分に言っても絶対信じてもらえないですよ。パスパレの皆さんに誘ってもらえて、こうやってアイドルとして活動できて本当に感謝してるんです。私だってまやちゃんがパスパレに入ってくれてすっごく感謝してるよ。それにしても機材のチェックか。どうしたんですか、あやさん。これからもっと活躍するためには私も機材のこと知っておいた方がいいかなと思って。まあ知ってて損することはないですしね。機材トラブルとかがあった時に冷静に対処できることも増えますし。だよね。よし、私もまやちゃんみたいに詳しくなるよ。もしわからないこととかあったらぜひ自分に聞いてくださいね。うん、頼りにしてるよ、まやちゃん。